どうも皆さんこんこにちは農家学教育コンンサルタントのクロスです今回お話をさせていただく内容はズバリ無能な社員はクビにするのかそれとも雇い続けるのかということについてです、えー、これもまあ引き続き社長にコーチングシリーズの動画となっています、えーまあ、簡単に言うと例えば窓際族とかあんまり仕事ができない人たちもしくはそんなに仕事をしていない本当はやる気出しゃあの まあその時が来たらバチッと決めてくれるのに普段はなんかこうダラダラしてる感じの人をどうすればいいのかいまいちこう理念に共感してくれてるのかとかよくわかんねえなーみたいな感じの人こういう人たちをえと雇い続けたらいいのかそれとも,もう思い切ってあの法にのっとって1ヶ月前にこうあなたをちょっと悪いけどクビにするよみたいなことをちゃんと伝えるのかどうかっていうことですよね。 でやっぱり社長によってもそのクビにするっていうのは非常につらいと大変だともう悩みに悩んでクビって言えなくて辛いどうしようっていう人の方が多いようですどうやら。 あのそのサイコパスで「やったぜクビにしたぜ今日も、えー、3人クビにしちゃったぜ来,来週は3人さらにクビにしてそして人生を路頭に燃やしてそいつらの家族全員悲惨な目に遭わしてやるぜ」とかって思ってるような社長っていうことの方がいないんですよそもそも真面目で本当に辛い人ほどクビにしなきゃいけなくても,もう真面目すぎて辛くて相手のことがかわいそうでなかなかできないんですね なので、あの、クビにするのか雇い続けるのかということについて、コーチング的な観点から言うと、どんなことが言えるのかということについて、お話をさせていただきます。えー、今、娘に授乳をしながら、この動画を撮っているんで、あの、ちょっともしかしたら、娘の意見も入るかもしれません。娘の主張、主義主張があるのでね。えー、はい。で、えー、そのクビにするのか雇い続けるのかということについてですが、一つはやっぱり、 あのクビにすすることですよね一つは一応法律で首にしてはならないというような法律はないんでねちゃんと法にのっとって1ヶ月前に、えー、予告してそして首にまあ、去ってもらうというでこその会社都合にするのかどうかっていうこともまあいろいろあると思いますが会社都合にしてそしてやめてもらうっていうのが一つですよねもう一つ次ですよね次があの聞きたいんじゃないかなと思うんですがコーチング的に言うと首も OK だしそして 雇い続けるのもで、OK、ですす、OK、なんですよ本人が「いや私は別に残りたい続けたいしあの私は頑張ってるんだと是非とも残らしてくれ」って言うんであればじゃあマウン残してやってもいいかなみたいな感じでで残ってるとしますそういう無能な社員がじゃあ社長はどういうマインドで考えていけばいいのかっていうと結構単純ですよこうですよ楽勝どうせ大丈夫、うん、こいつがそんなに働いてなくたってどう どうせ俺がもう楽勝でこの会社をぶっちぎりにトップに持ってってもうとんでもなく儲けるから関係ねえよこいつ1人や2人いたって全然楽勝で持ちこたえるどころかもう急成長するさぐらいのマインドを持ってなきゃいけないんですよ別の動画で30年後の目標を来年の目標にしろっていうふうに言ったかと思いますあの30年後のでかい目標を来年の目標にするってことはそれを達成するだけの能力をもうすでに持っているってことなんですよで あの例えばじゃ仮にもともと30年後の目標が世界に向けてこう情報を発信してそして多店舗展開して多くの人たちに感謝をされながら社会貢献をしながら圧倒的な利益を生み出しているというようなゴールを設定していたとしますそれを来年達成するっていうことですよ来年達成するってなるとそんなダメ,ダメ社員が10人いようが100人いようが楽勝で 雇い続けられる。そのどころかダメ社員が自発的にも、その社長の凄まじい行動力を見て、そして影響を受けて、思わず行動して,してしまいたくなってきたっていうような状況に持っていけて当然なんですよ。当然なんですよ。なので、あの、そんなに、えっ、ー、と、エフィカシーが高ければ、もう周りにも、 そののの高さっていうのを伝播しますおすごいなんかいける気がしてきたあの社長のもとでだったらダメな俺でもなんかうまくいくんじゃないかって気がしてきた自信ついてきたありがとうっていう感じで、えー、巡り巡ってそのダメ社員も非常にいい社員になるということですよね仮にダメなまんまであったとしても,もう会,会社はもう体力がすごいんでそれぐらい楽勝なわけですよはい、えー、私のイクメンぶりも程よくこう、えー チラ見せしながら。まあ、なんですが、とにかく、社長としては、それぐらいできて当然だろう、ぐらいの気持ちであってほしいんですよね。じゃあ、ちょっと、娘は抱っこしながら。い、抱っこしようか。よいしょー。ああ。マナ娘です。こんにちは。まあ、とにかく <laughs>、えー、とにかく、今日は、 えー、クビにするのかそれとも雇い続けるのかで雇い続ける場合は、えっと、どういったマインドでその会社を運営していけばいいのかということについてお話をさせていただきましたエビカシが高ければもうそんなダメ社員1人2人いたって楽勝なんですよむしろそのダメ社員が自発的に勝手に行動力が高まっていくぐらい社長の,あの,、まあその圧倒的な行動を見ているわけですからもうそんなもんできて当然だろうと。 俺にできて当然なんだよって思っているのが普通です。それが普通です。とにかくそういう風に持っていきましょう。30年後の目標を来年楽勝で達成してるんだ俺は。そして俺はそれにふさわしい人間なんだと。どこまでしっかりリアリティを持って思えるかどうかが重要です。はい、今日はここまでです。どうもありがとうございました。